混んでるところで食べるのね苦手なんで、まあちょっと時間ずらしていても食べてるんでね、別にコロナの前からね。よし、まあまだちょっと先をしときましょう。まあ向こうに行ったらね、向こうでまたちょっと押し物食べたいなって言いたいところですけど、いかんせんお金の制限がありますからね、どうなることやらと。うん、ここよく見てみるとめちゃくちゃ昭和な感じですよ。さてと、アイスいいな、アイス食いてえな、でも200円か、アイスから使えてない言うてね、よっしゃよっしゃって言ってね、使いすぎるとね、まあ、なんでこれからまた向こうの方で猛暑の中歩きもらわないといけませんからね。あ、あとやっぱしあの設定変えてあるだけちょっと持ちますね。これでどれぐらい持つかな。とりあえず米原行きが来るまで待ちましょう。うん、パッと、立ち食いそば屋みたいなのはここにはないですかね。オラガそばから入ってたっけ、渡ったすぐのところね、駅な建物の中にはありますけど、すぐ食っていくにはねちょっと心もとない時間ですからね。大垣駅の構造も面白いですよね。前に何だったっけ、穂積駅完全制覇の時か、穂積駅構内にある名所案内完全制覇の旅だったっけ、あれやった時にね12時41分発、新快速豊橋行きは5番線から発車します。このホームから階段などをご利用になり5番線へお越しください。そう、大垣からね岐阜方面に行くときはねこれ気をつけないといけませんからね、 とにかくあらゆる番線から岐阜行きに変わるんで、あの大垣止まりのやつと米原から来るやつと、ね、いろいろとありますからね。ちなみにこっちで合ってんだよな、あれ俺乗りでこっちに来たけど向こうか、12時42分発普通列車米原行きは1番線ホームか、窓でよかったんや何やってんのねミスった、普通にあの番線で待っとりゃいいだけやったんや、よし、
まもなく1番線に東駅止まりの列車が到着します。黄色い点字ブロックの内側までお下がりください。まもなく1番線に東駅止まりの列車が到着します。黄色い点字ブロックの内側までどう次回作じゃなくて、そう分かれてるんですもんね、うん、それはそれで面白いけどね。